ノマドスカルプトで作るソフトクリームの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。ぷっくりしたソフトクリームを作ります。チューブを追加。編集バーのメニューからスパイラルを有効に。ねじれ角度の数値を大きくします。スナップをタッチして解除。グリッドとマグネットを有効にしてチューブを上に伸ばします。編集バーの半径をタッチ。一番上の太さを小さくします。細かい編集をするときはグリッドを解除します。頂点の手前に編集点を追加。太さを調節します。不要な部分をトリムで切り取ります。長方形自動検証をタッチ。ボクセルを150くらいにしてリメッシュ。スムーズで滑らかにします。ドラッグ、膨張、フラット、スムーズで形を整えます。カップを作ります。円柱を追加。ギズモをタッチして編集モードに。形を編集します。検証をタッチ。シーンから円柱をクローンで複製。サイズを少し小さくします。少し上に移動させ、起表示にします。外側の円柱もタッチして、ブーリアンでくり抜きます。アイスをタッチして、X 線をタッチ。アイスだけの表示にします。セルマスクをタッチ。長方形。自動検証をタッチ。アイスの株だけマスクします。反転をタッチ。ギズモで下に引っ張ります。オレンジの丸を持ってサイズを小さくします。マスクをタッチして全てをクリア。スムーズで滑らかにします。左上のバーのマルチレゾリューションから分割をして表面を滑らかにします。低い方を消去。アイシングクッキーを作ります。ボックスを追加。マルチレゾリューションで表面を滑らかに。マスクをタッチして星を描きます。右上のマスクのアイコンをタッチ。高さでクッキーの厚みをつけます。取り出すで取り出します。ボックスを消去します。
ボクセルを120くらいにしてリメッシュ、スムーズで滑らかにします。ドラッグで形を整えます。マスクで同様にアイシングを作ります。すべてをクリアでマスクを消去。シーンから2つのパーツをグループにします。お菓子をつけます。球を追加。検証をタッチ。位置と大きさを調節します。クローンで複製します。モデルが完成しました。ソフトクリームを作ります。チューブを追加。プロファイルをタッチ。断面を編集します。スナップをタッチして解除すると自由な形にできます。このような形にします。ツイストをタッチ。ドラッグしてツイストします。半径をタッチ。頂点の太さを小さくします。編集点を追加してツイストや太さを調節します。序算の数値を大きくします。検証をタッチ。ボクセルを150くらいにしてリメッシュ、スムーズで滑らかにします。カップをマテリアルからブレンドにして半透明にします。イチゴを作ります。レイズを追加。ギズモをタッチして編集モードに。イチゴの形を作ります。ソロをタッチして見やすくします。検証をタッチ。ボクセルを100くらいにします。スムーズで滑らかにします。トリムをタッチ。側面の視点にして。長方形。自動検証をタッチ。トリムします。ソロを解除。ギズモで位置と角度を調節します。わかりやすいように色をつけます。何も選択してない状態でシーンから放射状を追加。位置を調節します。
シーンで放射状とレイズをグループにします。放射状のラジアル Y の数値を大きくします。カップを非表示にします。ペイントでイチゴの断面を描きます。カップをマテリアルから屈折にします。屈折率を0にします。サーフェス内側を調節します。カップのカラーのメタリックを少し足します。中身を作ります。円柱を追加。大きさ、位置を調節します。分割をタッチ、線で分割します。色をつけます。ドラッグで形を歪めます。ソースを作ります。アイスにマスクします。マスクのメニューから取り出します。すべてをクリアでマスクを消去。色をつけます。包丁でソースに厚みをつけます。ミントを作ります。球を追加。大きさを調節します。クリースで模様をつけます。裏に模様がつく場合は右上のバーからフィルターをタッチ、正面を向いている頂点の身にチェックを入れます。形ができたら放射状も検証します。ミックスソフトクリームを作ります。分割、投げ縄をタッチ。アイスの流れに沿って分割します。色をつけます。自然になるようにスムーズ、ドラッグで形を調節します。カップにロゴをつけます。ペイントをタッチ。右上のバーのアルファから画面のアイコンをタッチ。ストロークをグラブ、動的な強度をタッチ。ストロークペイントのバーの横の四角いアイコンをタッチ。ロゴの画像を読み込みます。ドラッグすると画像を写せます。
しの大きさで画像の大きさが変わります。画像がうまく表示されない場合は α のサイズを調節します。画像の解像度が低い場合、マルチレゾリューションから分割してください。画像を書き出します。太陽のアイコンをタッチ、好みの環境を選んでも良いですが、私は自分で作成した画像を読み込みました。左上のクオリティをタッチ、ポストプロセスを有効に、アンビエイトオクルージョンを有効にすると影がつきます。加工を調節します。写真のアイコンから背景の色を変えます。フォルダのアイコンから画像を保存します。サイズを選び、書き出す PNG で画像を書き出します。